皆さんこんにちは。皆さんがまた私たちのチャンネルに遊びに来てくださったので、今日も古い時代への旅を続けましょう。今回は皆様のために四神聖への旅をご用意しております。古生物学上最も面白い時代の一つです。そこで皆さんは人類の遠い祖先やすでに滅び去った個性豊かなモンスターたちに出会うことでしょう。面白そうですか？それでは始めましょう。四神聖の地球。古生物学上、四神聖とは5600万年前に始まり、3390万年前に終わった時代のことです。その前の時代は、大型生物種の絶滅直後の凝神聖でした。白亜紀と古代三紀の間の大量絶滅によって、著しく失われた生物種の多様性は、凝神聖の間にだんだんと回復しました。時代は、恐竜や大型の爬虫類だけでなく、他の生物種をも滅ぼしたのです。反面、主要なライバルが滅びたことで、哺乳類と鳥類は生物圏の新たな支配者となるチャンスを手に入れました。四神聖が始まるまでには、大量絶滅による生物の多様性の損失はかなりの程度回復していました。このことが可能だったのは、とりわけその前の凝神聖末期までに地球全体に穏やかで温暖な気候が広がり、その状態が安定していたからです。赤道上の地点と極地の温度差は現在の約2分の1でした。北極と南極は現在の地球の気候区分で言えば温帯に相当する気候で、氷河は山の頂より下に降りてくることはありませんでした。現在、温帯に区分されている地域の気候はといえば、ほとんどは熱帯のようで、経度が45度以下の場所では熱帯雨林が茂っていました。つまり、仮に今、地球の気候が四神聖と同じだったら、韓国、トルコ、イタリア、スペイン、そしてアメリカ合衆国の大部分がジャングルで覆われているだろうということです。気候がこのようだったのは、四神聖初期には海に寒流が流れておらず、暖流しかなかったことと関係があるかもしれません。4600万年前、地球の気候は非常に温暖でしたが、それから400万年の間は、多少寒冷化しました。けれども、四神聖末期までに地球は再び暖かくなりました。四神聖の地球の地図は、私たちの知っている地球の地図に似ていますが、ちょっとした違いもあります。例えば、四神聖の初めには、オーストラリア大陸と南極大陸はつながっていて、まだ一つの大陸でした。約4500万年前に2つの大陸に分かれたのです。反対に北米大陸と南米大陸は離れていました。現在の中央アメリカの場所にはいくつかの島がありました。ヨーロッパも巨大な群島のような状態でしたが、その群島を構成する島々がだんだんと成長して、互いに衝突したので、アルプス山脈やカルパティア山脈が形成されました。インドア大陸はアジア大陸に合体し始め、その2つの亜大陸の境目にヒマラヤ山脈が出現することになりました。簡単に説明すれば、これが四神聖の時代の地球でした。それでは、いよいよ私たちの興味を最もかきたてる素晴らしい動物たちのお話に入りましょう。絶滅した動物たちの登場です。それから、今の時代に生きている動物たちも登場します。獣たちと鳥たちの世界。四神聖になると、哺乳類と鳥類は、恐竜や翼竜や海生爬虫類が絶滅したことによって、空いた生態的地位を完全に占めるようになりました。この動物たちは、体の大きさにおいても、生態においても、多様性に富んでいました。南アメリカ大陸では、恐竜が占めていた生態的地位に、巨大な飛べない鳥が収まりました。ホルスラコス科の鳥類です。ホルスラコス科の鳥類が出てきたのは、まだ凝神聖のことでしたが、四神聖にはすでにかなり繁栄していて、いくつかのグループに分類できるほどになっていました。ホルスラコスは、ダチョウと恐竜の間のような見た目をしていました。ある研究者たちの見解では、この鳥は残酷な捕食者で、
獲物を力強い足で追い詰めて捕らえ、巨大なくちばしでつつきました。また別の研究者たちは、大型のフォルスラコスはすでに死んだ動物の肉を食べる腐肉食だったと考えています。どちらにせよ、この巨鳥が始新世に登場してからいくつかの時代を経て、後新世まで繁栄していたということは分かっています。北アメリカではフォルスラコス科にどこか似たところのあるバトルニス科の鳥類がおりました。ヨーロッパで新たに生態的地位を占めるようになったのはガストルニスという鳥で、それはその生息地域一帯で最も危険な最大の地上動物だったようです。また、ガストルニスに近いディアトリマという種は地球上の他の地域、特にアジアを征服することにも成功しました。研究者たちによれば、霊長類がついに自分らしく、つまり今日のような姿になったのは始新世のことでした。さて、始新世の前、行新世に生きていたプルガトリウスを見てください。猿というより、むしろまだリスのような姿をしています。ところが、始新世になると、その時代に生きたダーウィニウスやアルジェリピテクスには、もうすでに現在のキツネザルにどこか似ています。最初の人上化の祖先は始新世に続く前新世初期に出てきたことが分かっています。プロプリオピテクスです。プロプリオピテクスは始新世の末期にはもう現れていたかもしれません。やがて登場する私たち人類も含め、高等な猿たちはすべてプロプリオピテクスやそれに近い種から生まれてきたのです。概して研究者たちが発見した始新世の生物種には、現在の様々な哺乳類の祖先にあたるものが多くあります。例えば、大型の肉食動物アンドリューサルクスは原始的な有蹄動物でしたし、海には今のクジラの最初の祖先にあたる動物バシロサウルスが住んでいました。ところで興味深いのは、彼らを海へ追いやったのは恐怖だったということです。アライグマぐらいの大きさの半水生のインドハイアスという動物は、古い時代の陸生捕食動物がほぼ完全にクジラやバシロサウルスの類の動物に進化するまでの過渡期の動物でした。自分より体の大きな肉食動物から逃れるために最初は水中に隠れただけだったのでしょう。けれどもやがて海の中でほとんどの時間を過ごすようになりました。今の時代のゾウの祖先にあたるモエリテリウムは、北アメリカ大陸に生息したとても興味深い動物です。子孫たちと比べると体の大きさや重さは自慢できるようなものではなく、見た目もバクやイノシシのようでした。しかしながら、遺伝子的にはゾウやそれに近い生物種で、最初に現れたのはこの動物なのです。他方、直接の子孫を残さずに絶滅していった哺乳類も多くありました。例えばベアドッグとも呼ばれるアンフィキオン科の動物は、ちょうど始新世に現れ、4000万年もの間最も個体数の多い動物種の一つでした。その大部分は強大な動物で、事実あらゆる獲物を狩ることができました。始新世の陸上動物で最も面白いものの一つがブロントテリウムです。肩までの高さが 2.5 メートルにも達する屈強な獣は、現在のサイの親戚にあたると考えられています。実際2本の角がありました。またそれらは尾骨が伸びたものでした。この動物はどうやら北アメリカ大陸の非常に広い範囲にわたって生息していたようで、始新世が終わった直後の3000万年前、急に絶滅しています。絶滅の理由については未だに分かっていません。ある説は気候変動や深い森が草原に変わったことが原因だとします。また別の説では、ブロントテリウムは動物間で流行する疫病の犠牲になって滅びたとされています。始新世の終わり。始新世が終わりに近づくと、世界は再び変わり始めました。海には寒流が生まれ、そのうちの一つは現在の位置に落ち着いた南極大陸を完全に取り囲むようになりました。そこでは氷冠の形成が始まりました。融解することのない氷河の形成が始まり、その影響は気候だけでなく海面の高さにも及びました。海面が下がり始めたのです。
これで今回の動画はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。皆さんがこの動画を気に入ってくださいましたように、始新生と残新生の境目の時期に寒冷化に適応できなかった爬虫類や両生類が何種類か絶滅しました。反対にこれから生命の真の主役となる哺乳類と鳥類はつつがなく暮らしています。そして恐竜にも負けない大きな体を持つ最初の大型獣も登場し始めました。でもそろそろ駆け足でおしまいにしなくてはなりません。残新生に現れた素晴らしい動物たちについてお話しするのは次回に譲ります。もちろんそれがあなたにとって面白ければですけれども、チャンネル登録といいねをお願いします。SNS でこの動画を共有することとコメント欄への書き込みも忘れずにお願いします。あなたがこのテーマで続編を希望されるかどうか教えてくださいね。面白い動画をお見逃しなきよう、通知のベルマークはどうかオンにしておいてください。それではしばしのお別れです。またすぐにお会いしましょう。さようなら。